全国の温泉の中から、炭酸水素沿線の名湯を、5つ紹介いたします。ニセコアンヌプリ温泉、東鳴子温泉、小谷温泉、徳川温泉、妙見温泉です。信州小谷村にある山田旅館、炭酸水素沿線の名湯です。外湯と言われるハンドテンプロは、山々の緑を眺めながら、入浴します。立ち寄り湯は1人700円。10時から15時までの、入浴時間。泉質は大浪的なナトリウム炭酸水素塩泉です。養分物質 1000mg 以上で、炭酸水素用の主成分とする温泉が、炭酸水素塩泉です。旧泉質名は重曹泉。皮膚を正常にするため、美人の湯と言われ、湯上がり後は正常感があります。また、やけどや切り傷に良いとされています。鹿児島県妙見温泉にある立島本館、炭酸水素沿線の名湯です。明治時代に湯治場として、開業した湯治宿、末いらずの湯として地元民に愛されています。炭酸水素沿線は別名炭酸泉、炭酸ガスがたくさん入っています。須賀泉の人工炭酸泉との違いはどうなの？たくさんのミネラルが入っていること。こちらの温泉は、マグネシウム、カルシウム、ナトリウムが入っています。しかも源泉かけ流しの温泉、水道水に炭酸ガスを注入し、塩素を入れて循環したお湯とは別物です。立ち寄り湯の場合は内湯のみのご利用となります。利用時間は8時30分から19時まで、大人300円。清掃時間は月水金の11時から13時までです。世界遺産、熊野古道が通る関西の秘境、徳川村。日本で最初の源泉かけ流し泉源で有名です。日帰り温泉、日和の湯、大人600円。入浴時間は8時30分から20時まで、火曜定休日です。2つのダム湖畔が一望でき、ぬるぬるの湯、村営駐車場のカードを提示すると、1時間の無料券をもらえます。シャンプーやボディーソープが置いてあります。浴槽に浸かりながら川の流れを眺められます。温泉の温度も熱くもぬるくもない、いい感じの温度です。東鳴子温泉伊佐弁旅館、泉質はナトリウム、炭酸水素塩泉、旧泉名は純重曹泉です。日帰り入浴時間は10時から20時。日帰り入浴料金は500円です。炭酸水素塩泉は炭酸泉とも言われますが、有利二酸化炭素 1kg 中 1000mg 以上含む温泉は、二酸化炭素泉、もしくは高濃度炭酸泉となります。天然の高濃度炭酸泉は非常にレアな泉質で、全国の炭酸泉の1割もありません。各種泉質が豊富な鳴子温泉法でも、現在はない泉質。閉業した福の湯にその幻の高濃度炭酸泉がありました。ニセコアンヌプリ温泉湯心亭、日帰りは大人1000円、6時から24時までです。宿泊者は清掃の時間を除き、24時間いつでも入浴可能です。泉質はナトリウム、炭酸水素塩、硫酸塩、塩化物温泉。ナトリウムと塩化物イオンで体が芯からポカポカに、炭酸水素塩泉で炎症を沈める効果と皮膚を滑らかにする効果があり、硫酸塩泉で保温、高圧効果があります。露天風呂は開放的で広く、若干ぬるめです。また、メタ計算が基準値の4倍あります。メタ計算は天然の保湿成分、きめ細やかな肌を作るお手伝いをしてくれる天然の化粧水です。